みなさん、こんにちは。日本語の先生のりこです。今日もゆっくり、はっきり日本語を話します。たくさん聞いてください。今日は千二十一年の目標、頑張りたいことについて話します。みなさん、今年、 千二十一年に頑張りたいことは何ですか今日も写真を見て話します。最初の写真。皆さん、痩せたいですかダイエットしたいですか痩せるためには、 運動をしてください。ストレッチヨガ運動をしたいという人もいますね。そしてジョギングジョギングをしたいという人もいます。もうジョギングをしている人。 の中には今年マラソンに挑戦したいマラソンにチャレンジしたいという人もいますね。頑張ってください。次は勉強です。皆さんは日本語の勉強をしています。今年ももちろん日本語の勉強を続けますね。 もっと勉強頑張りますね。日本語をもっと上手に話せるようになりたいですかたくさん聞いて話してください。今年 JLPT を受けたいですか受けますか 試験の勉強を頑張ってください。次は仕事についてです。今年ももっと仕事をしたい。仕事を頑張りたい人は誰ですか私です。私は今年もたくさん日本語を教えます。ポッドキャストを作ります。YouTube のビデオを作ります。 たくさん仕事をしてお金を作りたいお金を貯金したいお金を増やしたいという人もいますよね私もです私は旅行が好きです今年は多分コロナで旅行ができません私は今年お金を貯金して来年 旅行に行きたいです。自分のビジネスをしている人もいますね。スタートアップ、フリーランサー。何かビジネスのアイデアがありますか自分のビジネスを頑張りたい。自分のビジネスを始めたい。という人も頑張ってください。 次は趣味についてです。新しい趣味を始めたいですか何か新しいことをしたいですか楽器はどうでしょうか楽器ギターとかピアノとか楽器ギターを弾きたいですかギターを習いたいですか 絵を描く人。絵をもっと上手に描きたい。絵を習いたいという人はいますか私は絵が下手です。上手に描けません。そして読書。今年、去年よりもっとたくさん本を読みたいですか、はい これも私です。私は今年去年よりもっと本を読みたいです。読書、読書に時間を使いたいです。最後の写真は人間関係についてです。家族、夫婦、恋人、そして友達。人間関係。 家族、恋人、友達大切にしたいですね。コロナでなかなか会えません。だからインターネットでチャットします。電話します。家族のことを考えます。家族のこと、友達のこと、夫婦のこと、恋人のこと、人間関係は とても大切ですね。それでは今日は2021年今年頑張りたいことは何ですかについて話してみました。それではまたね